今回の話題は大谷翔平選手、いきなりぶちかました超特大10号ホームラン。松井秀喜以来3年連続5度目の2桁本塁打。2022年よりハイペース、久しぶりのトラウタニ弾上げ上げだぜ。海外の反応ということについて紹介します。敵地ボルティモアでのオリオールズとの4連戦の最終戦に大谷翔平選手は3番 DH で出場しました。大谷翔平選手、松井秀喜選手以来3年連続5度目の2桁本塁打なるか、3試合ぶりの本塁打なるかに注目が集まった今日の試合。結果としては初回に試走者なしで迎えた第1打席、2球目の外角高めの 85.5 マイル、約 137.6 キロのチェンジアップを巻き込むように振り抜き、角度32度、打球速度 100.3 マイル、約 161.4 キロ、飛距離378フィート、約115メートルのメモリアルアーチをぶち込みました。今日は5打数2安打1本塁打2打点とマルチヒットを記録し、松井秀喜選手以来3年連続5度目の2桁本塁打を達成しました。今季出場43試合目の10号ホームラン到達は46本塁打放った2021年の30試合には及ばないものの、昨年の48試合を上回っているペースです。また3回にマイク・トラウト選手は2000連発となる10号ツーランホームランを放ち、4月24日以来通算25度目となり、エンゼルスは6対5で勝利したことで今季トラウタニ弾を記録した試合は3戦全勝となりました。なおエンゼルスは今季23勝22敗とし、ア・リーグ西地区5チーム中単独3位を維持しています。なお1位レンジャーズは26勝17敗、2位アストロズは24勝19敗、4位マリナーズは21勝22敗と2位3位4位が僅差で競っている状況です。さてそれではここから今日の大谷翔平選手の大活躍に対する海外の反応を紹介します。久しぶりのトラウタニ弾最高だぜ、今年はゴロばっかりとか言われてるけど去年よりハイペースでホームラン量産してるの知ってたか。自称評論家のクソ野郎ビッグフライ大谷さん、あんなに飛ぶとは思わなかった。あの球をバットにしっかりと当てるだけでもすごいのに、それをホームランにするなんて。今年は二刀流両方中途半端だとか抜かしてたやつ出てこいよ。この成績が中途半端ってメジャーリーガー全員をバカにしてるのと同じだぜ。翔平大谷はとてつもない無限の可能性を感じる。さて今日の試合後の大谷翔平選手は、投手としては9登板53投球回5勝1敗、防御率 3.23、 奪三振71、奪三振率 12.06、 被打率1割4分5厘、ウィップ 0.91。 ウィップは1イニングに何人ランナーを出すかの投手の成績の数値で 1.00 以下だと最高評価。打者としては168打数49安打、打率2割9分2厘、10本塁打、31打点、オプス 0.904。 オプスは出塁率プラス長打率で計算され、選手がチームの得点にどれくらい貢献できているか、得点のきっかけをどれくらい作れているかの打者の成績の数値で 0.9 以上だと最高評価と、今季も投打二刀流で大活躍中です。ア・リーグ MVP を取った2021年と MVP こそ逃したものの、投手としてはキャリアハイの成績を残し、さまざまなメジャー新記録を成し遂げた2022年の成績と現時点の2023シーズンの成績を比較してみると、今シーズンもこれらの年と比べても遜色ない。また夏は調子が良いと言われる大谷翔平選手のことを考えると、それ以上の成績を残していると言えるのではないでしょうか。日本時間深夜の試合でしたが、10号ホームラン、トラウタニ弾、最高でした。明日の試合楽しみにしたいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また来てくださいね。